はいどうも、こんにちは。ちょっとリクエストあって数日前に、まだやってなかったね。ちょっと今から。なにわ男子ってジャニーズのいるじゃないですか。の、その、道枝俊介くんを占ってほしいって言われたんで、ちょっと見てみますよ。恋愛運とかちょっと見ますね。2002年7月25日までですね。あ、なるほど。めちゃくちゃ芸能界向きですね。明るい人ですね。でもまだちょっと若いですよね。これから、どんどん、これからちょっとずつね、性格が変わっていくんですけど、ポイントとしてはまず社交的ですね。で、まあ、若さの象徴なので、ずっと若いまま、かっこいいままでいる感じですね。で、プライド高いですね。あまり人に物事頼んだりしないです。で、めちゃくちゃ頭がいい人で、割と神経質ですね。恋愛運見てみますよ。恋愛運がね、めちゃくちゃいいのがね、まだ全然先ですね。2027年。なので、6年後です。道枝くんが、恋愛の運気が高まって彼女ができたりするのは、6年後、2027年ですね。で、どういう人が合うかっていうと、家庭的な人がいいですね。本当に家庭を守ってくれるような、真面目な女性が合ってます。ついでにね、何人か見ますよ。3人ぐらい見ましょうか。西畑大吾くんを見ますけど、この人のポイントとしては、優しいですね。あと、人付き合いがめちゃくちゃいいです。自分のことよりも相手のことを思いやる感じの人ですね。で、マイペースな人。ただね、決断力があんまりないかなって感じで、優柔不断なところがちょっとある感じですね。でね、恋愛運なんですけど、今年がすごいいいですね。今年がめちゃくちゃいいです。で、今年、そういう恋愛に乗り切れなかった場合は、2025年です。4年後ですね。4年後になりますね。なので、一回こっから、今年ピークには、恋愛もそうだけど、いろんな面で仕事面もね、今年はめちゃくちゃいいんですよ。そっから徐々に加工していくんですね。加工していって、3年後が一番、まあ、底辺かな。まあ、底辺に近くなる感じですかね。で、4年後にぐんと上がるって感じですね。じゃあ、あともう一人、高橋恭平くんって方ですね。高橋恭平くん見ましょう。もうすぐ21か。結構感覚的な人ですね。アーティスティックな人なんじゃないですかね、この方はね。まあ、あと個性的な方ですね。アクティブですね。で、負けず嫌いです。で、やっぱセンスがいいですね。アーティスト的な要素。まあ、だから、こういうね、歌手とかすごく向いてますよね。で、感情が結構起伏がある人ですね。短気な部分もある。で、リーダーシップがある人ですね。で、頭はめちゃくちゃいい人ですね。で、恋愛運なんですけど、いいのは来年ですね。来年恋愛運がめちゃくちゃ上がりますね。今、ちょうど上がってる最中ですね。で、来年上がったら一回ドーンと落ちますね。ドーンと落ちて、次にいいのが、5年後ですね。2026年にまた良くなります。結構浮き沈みが激しい人だなっていう感じですかね。で、じゃあ、タイプも、言いますよ。西畑さんに、に合うタイプの女の子っていうのは、まあ、おしゃれな人ですね。個性的な人がいいと。ファッションに興味があるっていうか、そういう感じの人がいいと思います。で、高橋くんに、合う女性のタイプというのは、ストレートな女性ですね。自分の気持ちにストレートな女性がいいですね。あまりこう、うじうじ考えずに、もう好きだと思ったらその感情ポンとぶつけれるような人と会う感じです。まあそんな感じでちょっとなにわ男子でちょっとリクエストあったら3人ぐらい見てみました。な感じでした。またまあリクエストあったらコメントでもらうよりは DM でもらった方が助かりますね。な感じです。ではでは。